横山さんの早稲田の成績開示です。どれぐらいの点数だったのか。早稲田大学教育学部、小学部社会科学部、補欠が出た人家です。これが、早稲田の受験ですからね。早稲田内での差もすごいなっていうのが分かってる。ああ、そうですね。じゃあ慶応さて始まりました。さあ今回は、はい、横山です。はいっす。ちゃんと生活してるのかっていう、ちゃんと生活してます。バイト生活でしょ。そうなんですよ。勉強どうなってんのよっていうね。バイトは暇なんで。バイトは暇バイト中に勉強できるってこと。あ、そうっす。あ、それはまあいいね。一石二鳥だけど。はい。さあそんな横山さんの早稲田の成績開示です。本日からでしたっけ。ちょい前、昨日、一昨日ぐらいから、はい、始まりましたんで、そちら見ていきたいと思いますね。ちょっと他の人たちも、いろいろと成績開示が届いている。カズオはさ、成績開示だよね、つって、ほら、カズオ。あ、東大？違うよ。早稲田志望のカズオ。ちょっとわかんない。わかんねえのかよ。そうですとかしか言わない。もうだから。いや、あなたも同じなんだけどね、望んでる答えを呼ばない。そうです、じゃねえ。撮影するぞって意味なのに。はい。まあ、しゃあないわ、それは。見ていきたいと思います。受けたところ。そう、慶応はまだなの。慶応も出てるんです。あ、慶応も出てる。じゃあみんな見れるわけですね、今までの。まあみんな期待というか、見たがってましたからね。どれぐらいの点数だったのかっていうのはね、わかんないですからね。じゃあ、行きますか。まずどれから。いや、なんでも。全部受かろう。あ、そうっす。慶応も受かろうか。慶応は別サイトです。慶応別サイトでしょ。上から教育。教育ですね。早稲田大学教育学部成績紹介。はい。へえ、こんな感じなんだ。合計得点が 74.52 でした。これ合格最低点は出てますね。英語が 20.676。括弧が素点。上が得点調整。21点取ってて、得点調整で 20.676 と。やば、減らされてるってことですね。点数足りてないからちょっと減ってるよね、平均にいかない場合は減らされますからね。国語 29.598、 素点38からだいぶ減ってますね、はい、だから平均高かったんだろうね。だいぶ減らされちゃってます。そして日本史 24.246 で素点が24だから上がってる。やっぱ平均は低かったんだろうね、もっとね、はい、この辺はいずれ早稲田の平さんに見てもらいますけど。なるほどね。合格最低点 96.251 だから全然足りないですね、うん、だいぶ離れてるから。50点とかでしょ。50点とかでね、平均が結構高かったんだろうね、国語の。うん、そうですね。なるほど、そうか。データとしては平さんに分析してもらうんで。はいはい。続いて小学部が106.427。 うん、最低が合格最低 128.7。 これも20点以上離れてるね。そうか、素点隠されんだ今。小学部は素点が見れないということで、平さんとかに分析してもらいたくないんですよ。55.435 が英語。素点がいくつだったんだろうな。英語がマックス80、80かで55。あ、で国語は、国語60です。あ、60で、ここが 20.447。 国語が苦手なんだな、うん、日本史も60です。はんはんはん。で、日本史が 30.545。 おそらく日本史はできてる方なんじゃない、多分ね。わからんけど、これだね。争点隠されるとわからんな。これはまあいろんなデータを平さんが収集して、そこを見てからだね。ただやっぱ22点以上離れてるから、きついね、うん。英語の平均点、素点知りたかったよね。これ平均点は出てないもんね、ここにはね。出ないし。うん。そうか。小学部むずくなってくるぞって言って対策した人が絶対多かったはずなんだよね。うん、あの問題で一体どれぐらいどうなってたかですね。それでも取れちゃうんだ、あの問題。取れる子たちには。早稲田の英語難しい学部受けてる人たちからすると。次、社学部。はい。社会科学部。英語が50、うん、国語が40、日本史が40で、英語が17で、国語が24、素点で、何故か分かんないけど社会が、うん、素点隠されて調整後の 18.636。 合格最低で 84.219 だから相当離れてるね。
社学で25点近いって相当でしょ。だって1点でめっちゃ人いるんでしょ、社学って、うん、25だから全然戦えるとこまでいってないねという感じでございます。いや、早稲田の壁が高えな。で、補欠が出た。ああ、人科です。人科に関してはね、みんながうわー補欠かーってなりましたよね。英語が50、国語も50、うん、日本史も50です。はい、50、50、50ですね、人科。はい、行きましょう。はい、人科は 84.593 で、合格最低点が 85.53 ということで、1点ですね、これが、うん、だからこの1点に泣くこれが、早稲田の受験ですからね。そこに大量にいるからね、その一点に。すげえな、やっぱり。すげえ。だってさ、一点違わないのか。0.9。0.9 っていう。これが現実なんだね。いやー。1問で待ってれば。そうだよ。だってその可能性出るやつでしょ。怖っ。まあもちろん、どういう風に、この、素点が変えられてるのかは発表されてないから、なんとも言えないけど、どれかの科目もう一問合ってたらとかっていう可能性でしょ。それでもう一年やるか大学生活が決まってしまうって酷だなぁ。うわぁ。英語 27.453 で、国語 26.453、 日本史 30.68。 やっぱり日本史が強いんだね。やっぱ国語だったんだね。国語弱かったんだね。英語もっすよ。英語も、英語は分かってるよ。英語も最初から知ってたから、問題のその答え見てるので、だからその、慶応の書を見てる時点で、やべえぞってなったから、うん、運よく英語取れて、ちょこっと。それで、まあ、後の科目で、まあ、日本史はできるだろうから、失敗しないでくれりゃなって思ってたから、国語がやっぱきついな、これだと。やっぱ苦手科目ある状況で行っちゃってるもんね、ほぼね、やっぱ。うん、うわぁ。意見も分かれてたよね、これ。マーチ浮かんじゃねえかっていうのと、いや、マーチは浮かんねえだろ、みたいなんでね。人科と一緒にすんな、みたいな。人科でも、こう、マーチとこんだけ下がんだ、みたいな、ね、意見とかいろいろ来てましたけど。え、どこなんですか、実際。まあ、問題の難しさからすれば、それはもう圧倒的に人科の方が難しい。この、早稲田内での差もすごいなっていうのが分かってる。ああ、そうですね。人科ここなのに、他はもうめちゃめちゃ離されてるからね。じゃあ、慶応。まず英語が200、マックスが200の、小論100の、うん、日本史も100。うわ、いいですね。200、100、100。じゃあ行きましょう。出てます。はい。地理歴史、70。歴史は、うん、まあ自己採ぐらいかな。うん。論文テスト、57。うん、論文テストめっちゃできたって言ってたのに。大問1が多分広かったんですね。全然できてないですって。全然できなかったっす。なんでこった。外国語119。なるほど。合計246。外国語は問題終わったやつ見た感じでは、うん。やっぱり、うん、これぐらいだろうなって思った。で、やっぱもっと取れなきゃいけないあの問題だったら、うん、総計の文系学部の中では、継承がすごく簡単な方になっちゃうからね。人科よりむずいっすよ。むずくなかった。全然。もちろん人にもよると思うけどね。だって実家の方はさ、前置詞と正語で確実に取れないなっていう感じだったけど、こっちは取れちゃうよ、あんなの確実にって思ったもん、多くの人が。今年の実家は優しめだった。前置詞も正語も、うん。優しめだったけど、やっぱあの、だって穴埋めの方が簡単だもん、あの。形変える、名詞に変えるとか、動詞の形変える方が簡単だもん。もったいないよね。一応全部場所は合ってたんですよ。全部合ってたのに、形が書けない。名詞形とか書けなかったからね。もったいなかったなって思った、あれは本当に。うん、という形でございました。じゃあまた今年頑張っていくということで。はい。ちょっとね、松原さんにいろいろ管理してもらって、頑張ってもらえればと思います。はい。ということでございました。よいしょ。ありがとうございました。